リリースエンジェントルメン、皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三田正丸です。最近 VR 楽器とか縄跳びとかのアプリケーション作って配布してるんですけれど、その動画の中でバーチャルモーションキャプチャーを使えばみんなの体で入れますよっていう話をしてて、実際にバーチャルモーションキャプチャーって何でどんなことができるのか説明をしてなかったと思う。実はバーチャルモーションキャプチャーめちゃめちゃすごいんです。というわけで今回はバーチャルモーションキャプチャーで何ができるの、どういう風に使うので、何がすごいのかっていう部分についてすごい雑に説明していこうと思います。ちゃんと説明するとねめちゃくちゃ長く、それでは早速やっていきましょう。で、 VR 機器の準備としては Steam VR を使える状態にしていただいて、ヘッドマウントディスプレイとコントローラーが動く状態にしておいてください。まずバーチャルモーションキャプチャーをダウンロードするんですけれど、概要欄に2つリンク貼っておきます。送信ができる有料のバージョンと送信のできない無料のバージョン、この送信っていうのが何かについては後で説明するので、この送信がいるかないらないかなって判断した後でダウンロードするバージョンを決めてくれれば大丈夫です。一応言うとアプリケーション、僕の使ったアプリケーションを使いたい場合には送信のあるバージョンっていうのをダウンロードする必要があります。バーチャルモーションキャプチャーをダウンロードしてきて ZIP ファイルを回答します。そしたらこのバーチャルモーションキャプチャー .exe をダブルクリックして起動します。起動したら VRM の読み込みからモデルを選んであげます。でこの VRM 読み込みで選んでくるファイル、概要欄のリンクに VRM 貼っておきますし、僕の作った VLOID を使ってオリジナルの体で VTuber になる方法の動画で作っていただいた VRM のモデルでも大丈夫です。で、同意して読み込みを押すと僕と同じような画面になるかなと思います。で、この VRM の読み込みまでいけたらヘッドマウントディスプレイをかぶっちゃって大丈夫です。詳細設定をクリックで、トラッカーの割り当て設定を開く。で、自動割り当てになってても動くとは思うんですけど、一応説明しときます。で、頭の部分に HMD って書いてあるのを割り当てしてあげてください。開くとこの SteamVR でヘッドマウントディスプレイが検出されている状態だと、そのヘッドマウントディスプレイの番号がバーチャルモーションキャプチャーに送られているので、それを選んであげれば大丈夫で、次に右手と左手のコントローラーを選んであげるんですが、どっちが右手でどっちが左手か、コントローラーが2つあるんでわからないかもしれないんですが、右手振ってあげるとこういう風に光るんです、ね、緑、これ緑になっているのを割り当ててあげれば大丈夫です。これで頭と右手と左手の設定が終わりました。じゃあとりあえずこれで閉じてしまって、他の部分は全くいじらなくて大丈夫。この状態でカリブレーションをクリック。で、3つ出てくるんですけど、とりあえず一番上でやってみましょう。で、キャリブレーションの部分をクリックするか、コントローラーのトリガーキーを押してあげて、そうするとカウントが始まります。で、貼り付けのポーズ。そうするとこういう風にですね、なんととりあえず僕が動いている状態になります。これが俗に言う3点トラッキングって呼ばれている状態で、例えば下がってあげると勝手に足が動いてくれるんですよね。ただ3点しかトラッキングしてないんで、例えば足だけ上げちゃったりすれば当然なんですけど、そういう状況は取ってくれない。ただこうやって立って喋る分に関しては多分これでもかなり十分できると思います。足を上げたいとか腰をひねりたいみたいなのを対応してくれるのがバイブトラッカーっていうアイテムになってます。じゃあとりあえず今回6点トラッキングってのをお見せしようと思います。さっきと同じようにトラッカーの割り当て設定からそれぞれのトラッカーを設定してあげます。この状態でさっきと同じようにキャリブレーションで、こういう風に全身が動くような状態になると、右足左足も上がるようになる。
そのキャリブレーションの差によって何が変わるかっていう部分を説明するんですけど、一番上の普通のキャリブレーションっていう場合は観測がどういう風に曲がっているかとかの部分を正しくできるだけ取ってくれるように頑張ってくれる。で、下の MR 合成機能っていうのは手の位置を完璧に合わせてくれる部分を重要視してくれます。なのでグリーンバックでただ撮影するだけとか動きだけ撮影したいよっていう時は一番上のキャリブレーション、手の位置を合わせてあげたいなっていう、僕の出したアプリをまさにやる場合にはMR 合成モードを基本的には推奨してます。バーチャルモーションキャプチャー、カメラも設定が効きます。でフロントっていうのを今選んでるんで、体の真正面に必ずカメラが来るようになっていて、ここのフリー、手の選んであげるとカメラが固定された状態になって自由に動かせるようになるんです。でバックを選ぶとこういう風に常に僕の後ろを映すような状態になる。これでバーチャルモーションキャプチャーで何か喋ってる様子だとか踊ってる様子だとかが撮影できるよっていう状態になるわけです。ヘッドマウントディスプレイを買って VR ゲームが動く状態にすればバーチャルモーションキャプチャーを起動するだけでまず3点トラッキングができるし、ウルトラがしたいと思ったらトラッカーを追加で購入すればちょっとした設定を変えるだけですぐフルトラに対応できるし、アイトラッキングしたいなと思ったらヘッドマウントディスプレイをアイトラッキングできるものに変えればヘッドマウントディスプレイにも対応できる。でマイクを入れればリップシンク対応してくれる。こういう風にそれぞれの環境でそれぞれの環境に合わせたレベルのトラッキングっていうのができるっていうのがこのバーチャルモーションキャプチャー単独のまずすごいところになってます。まあ、バーチャルキャストとか VR チャットとかも結構そういう拡張性はあります。じゃあバーチャルモーションキャプチャーの何がすごいかっていうところを他にないメリットだけ簡単に説明していこうと思います。1つネット接続しなくても動く。2つヘッドマウントディスプレイなしでも動く。3つ目送信機能と受信機能があっていろいろ拡張が効く。この3つだと思っていただいて大丈夫だと思います。1つ目のネット接続しなくても動くっていうのはこのバーチャルモーションキャプチャーなんかサーバーのエラーが起こっちゃって使えないとかがないよっていうメリットがあります。で2つ目の HMD なしで動く。で普通の VR ゲームって当然なんですけど HMD をつける前提で設計されてるんでバーチャルキャストも VR チャットも VR の機体っていうのを見てる状態で撮ってることを前提になっちゃうんです。HMD に何かを送信していないので他のアプリケーション、例えば他の VR のアプリケーションを見ながらバーチャルモーションキャプチャーを起動できたり、で今こうやってヘッドマウントディスプレイをかぶってるんですけれどこの部分さっきのトラッカーの割り当て設定からトラッカーに置き換えることが可能です。HMD をかぶった状態で何かやるのって前が見えなくて怖いし行動的にも制限があるみたいな問題があるんですね。でもこの部分をトラッカーに置き換えることで無線で動けるし障害物も目で確認しながら動くことが可能なんです。で3つ目、今まではバーチャルモーションキャプチャー単独の機能の部分って説明してたんですけどバーチャルモーションキャプチャーには送信機能と受信機能っていうのがあります。まず受信機能について説明するとこのモーション受信っていう部分を有効にしてあげた状態で例えばワイダヨっていうアプリがあるんですがこれはフェイストラッキング顔の部分だけを撮ってくれるアプリなんですけれどこの顔を撮ってくれるアプリの情報を iPhone から飛ばしてバーチャルモーションキャプチャーで受信してあげると顔の部分はワイダヨがでバーチャルモーションキャプチャーの部分はこのバーチャルモーションキャプチャーの今の動いてるで対応してくれる機能拡張が他のアプリの情報を受信することによってできるっていうのがバーチャルモーションキャプチャーの機能としてはあります。じゃあ逆に送信っていうのは何してんのっていうと当然ですけど今こうやってバーチャルモーションキャプチャーで動いたデータを
送信してあげるっていうわけですね。例えば EVMC4U っていうアプリケーションを僕の作ったアプリでは組み込ませていただいていて、この OSC 送信を有効にするの状態でアプリケーションを起動してあげると、体の動きの情報と僕の体自体の情報っていうのをアプリケーションが受信してそのまま反映してくれます。例えば環境が決まってれば、さっきやったコントローラーの設定とかトラッカーの設定とかヘッドマウントディスプレイの設定とかをそのユニティのアプリに全部組み込んであげて動かせばいいわけです。僕だけ使うんだったらそれでもいいんですけれど、誰が使うか分かりませんよ。でトラッカーの数も何個使うか分かんないし、アイトラッキングしたいかしたくないかも分からないしっていう状況で、そのアプリケーションに全部その対応してあげる機能を組み込んであげるっていうのはめんどい。でもこのバーチャルモーションキャプチャーの OSC 送信機能っていうのを使ってあげて EVMC4U で受信してあげることによって、体の部分、体の動かし方の部分を全部もうバモキャにぶん投げることができるんです。この便利さすごい。というわけで今回はバーチャルモーションキャプチャーでできることとかすごさについて簡単に説明してきたんですけど、まあこういう風にね、今日紹介したバーチャルモーションキャプチャー以外にも、まあ、いろんなアプリケーションが日々開発されていて、個人でもできることガンガン増えてるっていうの、技術的にめちゃくちゃ面白いところなんで、ぜひぜひ個人 VTuber の技術力っていうのにも注目していただければなと思います。これがポジショントークだ。まあそういう風な未来の技術も紹介していきたいなと思っておりますし、まあ、今回説明できなかったバーチャルキャスト VR チャットとかについてはまた別の動画で説明できたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。あと今回の動画面白かったら高評価よろしくね。というわけで以上、三玉作間でした。またねー。